こんにちはフフィーフィーですえ韓国は隠しているつもりなんでしょうけどもう完全にレッドチームの仲間入りをしたと見られていてアメリカに見放されそうですえまずは台湾と韓国も揉めているんです台湾が韓国にぶち切れているそうなんですがなぜかというと韓国が中国に配慮するあまり台湾にとても失礼なことをしたからというんですね え実は韓国は12月16日に台湾の オードリー・タン政務委員にオンラインでの講演をしてもらうように依頼をしていたんです。このオードリー・タンという方は台湾のデジタル担当大臣をしていて台湾でコロナの感染が広がった頃には IT でもって様々な方法で台湾国内のコロナの封じ込めに成功したとで世界中から脚光を浴びた人物だったんですよね。 で、韓国はこのオードリー・タン氏に講演を依頼していたのに、これを当日になって一方的に韓国がキャンセルをしたというんですね。で、この行為に対して台湾がこれは大変失礼な行為だとして、ブチギレて韓国に対して抗議をしたというんですね。 ちなみに韓国はオードリー・タン氏の講演をキャンセルした理由について中国との関係を考慮したとはっきり説明をしています。オードリー・タン氏は今月10日にアメリカ政府が主催したオンラインでの民主主義サミットにも台湾の代表として出席していましたが、この時中国がこれに猛反発をしていたんですね。 まあこうした流れもあって韓国が中国に配慮して慌てて台湾に依頼していた講演をキャンセルしたわけです。台湾の外交部は韓国に駐在する代表をすぐに呼び出して韓国に対して強烈な不満を伝えて抗議したそうです。 また台湾は民主国家と関係を深めて今後も民主主義や人権といった世界共通の普遍的な価値を守るとあえて韓国側にこの時強調したそうです。まあ、今や韓国は完全に中国側と言っていいほどの立ち位置ですから、まあ、こうして中国に寄りすぎる韓国を台湾が牽制したのでしょう。 韓国の文政権は日頃から中国からの、まあ、韓国への経済制裁という報復を恐れて中国の顔色を伺いながら立ち振る舞っているんですね。まあ、ただ今回の台湾に対する行為はあまりに無礼で国際社会からの信用を失うでしょう。 アメリカが対中戦略を推し進めている中で韓国はアメリカの同盟国ですから対中姿勢をはっきり見せなければアメリカから見放されてしまうんですよね韓国は台湾と1949年に外交関係を樹立してそして1992年に一つの中国という原則を要求する中国の手前台湾との公式な外交関係をすべて断ちました ただそれでも韓国と台湾は経済的には交流はあるんですね。韓国と台湾の昨年の貿易額は日本円で約3兆9千億円になります。台湾にとって韓国は貿易対象国として5番目に大きな国なんですね。それだけに普通なら台湾に対して韓国がこうした失礼な態度に出ることはありえないわけです。 実は今後こうして台湾がキーとなって各国が中国との関係について意思表示をしなければいけないことが多くなると思われます。例えばリトアニアですが、リトアニアは国内に台湾の大使館に相当する台湾の代表所を開設することを発表したんですね。 これに対してアメリカはすぐさま反応してアメリカとリトアニアが強く連帯していくとわざわざリトアニアの首相に電話をして表明しているんですね。電話ではアメリカのブリンケン国務長官がリトアニアとは価値観を共有できる国だとリトアニアを評価して今後積極的にアメリカがリトアニアを支援していくとそう伝えているんです。 一方、韓国は最近さらに中国に寄ってしまっていますよね。アメリカの同盟国でありながら中国側、つまりレッドチームの仲間入りを果たしたかのような振る舞いをしています。まあ、そのためアメリカはすでに韓国のこうした態度に呆れて韓国を見捨ててしまったんじゃないかといった見方までされているんですね。まあ、韓国は北朝鮮との国境を接しているので アメリカにとって地政学的に重要なので、アメリカが同盟関係を破棄することはないんですが、今、韓国政府による反米の言動もエスカレートしていることもあって、アメリカと韓国の関係は大変良くないんです。その米韓関係の悪化はこんなところにも現れているんです。実は今年1月にアメリカの韓国に駐在していた ハリスアメリカ大使が退任しているんですね。しかし驚いたことに、もうそれから11ヶ月も経つのに、未だに次の在韓アメリカ大使が決まっていないというんです。アメリカメディアはこれをアメリカと韓国の関係が悪化しているためだと伝えています。ちなみに前の在韓アメリカ大使であったハリス氏をめぐっては、 韓国ではこんな失礼なこともあったんですねあの。ハリス氏の母親が日本人であることから、韓国の人々がこれを問題視して、騒ぎ立てて、そしてハリス氏に対して、人種差別的なバッシングをしたことがあったんです。まあ、こうしてアメリカを敵に回すような、まあ、韓国ですから、アメリカから冷遇されて当然なんですよね。 まあ11ヶ月も次のアメリカ大使が決まらないことに韓国からはアメリカに侮辱されたといった声が上がっているそうですが日頃の自分たちのアメリカに対する態度を改めるべきではないでしょうかアメリカの同盟国でありながら中国にすり寄るどころか韓国はアメリカに対して攻撃的な言動をしたり まさに自爆しているとしか思えません。韓国の日頃の中国に対する振る舞いを見る限り、韓国はもう中国側、つまりレッドチームの仲間入りと認定してもいいほどなんですね。考えてみれば、韓国の TPP への加盟の申請のタイミングも、これ、韓国は中国に配慮したタイミングで行っているんですね。 TPP は日本が主導で進めているものですから、これに韓国が中国の手前すぐに申請に乗り出すことはできなかったんです。というか、もともとはアメリカと日本が TPP を立ち上げたものですし、TPP に参加をする意思を表明することはアメリカ側の経済圏に入りますと意思表示をするようなもんなんですね。だから、 韓国はこれまで中国の顔色を伺っていたわけです。すると中国が TPP への加盟を申請しました。こうなると韓国も申請しやすくなるので、すかさずこのタイミングでようやく TPP に加盟申請をしたということですね。ちなみに RCEP はこれ中国主導なので、韓国はこれに真っ先に参加を表明しています。 韓国の立ち振る舞いは分かりやすいですよね。で日本も RCEP には参加していますが、これは中国のやりたい放題をするのを防ぐ役割なんですね。ちなみに、一部報道では中国政府がムン大統領に来年の北京オリンピックの開会式に出席するように招待状を出したという情報があります。 韓国側は国内の世論を見極めつつ慎重に検討するとしているそうです。韓国は外交的ボイコットをしないともうすでに中国側にはっきり表明をしてしまっていますし、今後アメリカと中国から難しい選択を迫られると思われます。開会式にはもうロシアのプーチン大統領が参加を表明していますが、これにムン大統領も 参加をするとなれば、もう完全に韓国はレッドチームの仲間入りを果たすことになるでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします